はい、今日は大東流すくい投げについて、解説演技したいと思います。はい、大東流のすくい投げっていうのはですね、相手の腕なり体の一部をですね、すくい上げる、これによって投げを打ちます。まあ肩稽古ですけど、練習の形としてはまず最初に両手けさ打ちですね、両手によるけさ打ちから入ります。これをすくい上げて投げるわけですね。はい、じゃあ両手打ちをしていきます。そしたらこういうふうに受けますね。両手打ちをこういうふうに受ける。そして片側をこういうふうにして、こうですね。もう一回やってみましょうか。けさ打ちを受けてこういうふうにして、ね、でこちらの手はね、あまりこう押さえません。肝打ちちょっと押さえるぐらいですね。これをこうすくい上げる、すくい上げてひょい、ね、はい、ではちょっと連続してやってみましょう。はい、こういう感じで相手のこの場合でしたらこの左手ですね、これをこういうふうにすくい上げて投げます。最初としてですね、まあ、ここをこうすくっても投げれるんですけど、なるべく肘から先っていうか手首の近くね、これをすくって投げるように練習します。これによって相手の体をすくう感じですね、これを覚えるようにするわけですね。この小手が上げられれば、ここでもここでもここでもすくって投げられるようになりますから、最初の練習としてはこの小手の近くね、ここをすくって投げます。はい、じゃあちょっともう一回やってみましょう。今度は肩の近くをすくっていきます。このようにやると投げやすいんですけど、この力任せにねすくう癖がつきやすいので、この肘からなるべく肘から先、ここをすくって投げる練習をするといいと思いますね。はい、じゃあ今度はこれを両手取りでやった場合ですね、今時ね、こうやって両手打ちしてくる人はほとんどいませんから、ね、あれ両手をつかまえたんですね。こういうふうにパッとつかまえた。そしたらですね、これを心筋制御運動で、身長力をうまく使ってですね、ふいってこう横に開きます。すると、相手の体が前の方に寄ってきますから、こうですね。この状態で相手の手をですね、こうやってすくって投げます。こういうふうにして、両手取りの、すくい投げをね、練習いたします。そして、片手のすくい投げですね。今やったように、こうやったのを、こうね、小手で払う。もしくは、こう掴みかかる。見てきたのを、パッとこうね、こういうふうに、小手の肘から先をすくってね、投げる練習をすれば、だんだん力を使わずに、ここでも、ここでも、投げれる、ね、その状態でですね、相手が手を出してきた場合にこうやって、こうやってすくい投げを打つことができますね。これは片手取りでの片手つかみかかりか、片手つかみかかりに対して手を払ってこういうふうに腕を相手の背中の方に寄せるようにしながら、こういうふうにね、相手のここをこう浮かすわけですね。浮かして、そしてこういうふうに相手の腕を浮かして投げます。ね、これを覚えるとまた便利ですね。あ、四つで、うん。こういうふうに四つを取ったときにですね、この相手の腕のちょっと下で、相手の腕の下に手が入っているね。まあこうでもいいですけど、まあ、こう普通も大統領の佐賀派大統領はあまりこう掴むことをしませんから、こういう状態でこうしますね。はい、この状態でですね、足を横移動する足を使ってですね、でこういうふうにして相手の体をすくい上げて投げます。
ね、以上です。